まさかここまでいい絵になるなんて思いもしなかったわ。もう少し。とりあえず無事に私たちのゾンビ映画はカンパケが完成ね。最後のネプギアちゃんとユニちゃんのラブロマンスは最高のシーンでしたわ。あのシーンのユニ、姉としては将来が心配になるくらいいい演技だったわ。結局ユニちゃんとのシーンを無理やり入れさせられたよ。それじゃこれを投稿フォームからアップロードしてと。アップロード終了。これで応募はおしまい。みんなお疲れ様。やったー、あとは審査結果を待つだけだね。やったよラムちゃん、私たちのデビュー映画の完成だわ。映画撮影楽しかったねラムちゃん。うん、私とネプギアの集大が全世界に。無事に映画を完成させることができたのもブランが監督と脚本を受けてくれたからだよ。だから部長の私から改めてお礼を言わせてほしいな。ありがとうブラン。あれ、ブランは？ブランがどこにもいませんわ。そんなバカな。きっとブランのことだから照れてるんですわ。お姉ちゃんどこ？おーい、お姉ちゃん。あ、ねえ見て、こんなところに置き手紙があるわ。ノワールが見つけた置き手紙にはこう書いてあった。私の役目は終わったわ。コンクールで最優秀賞を取ってきなさい。バイ・ブラン。この年の全世界アマチュア映画コンクール初エントリーのゲーム学園映画研究部の作った映画は惜しくも審査員奨励賞に終わった。しかし映画研究部の彼女たちの顔には涙はなく、眩しいほどの笑顔があった。そして役目を終えたブランはこの映画が丸川書店の偉い人の目に留まり作家デビューを果たしたのだった。激次元タッグブランプラスネプテューヌ VS ゾンビ軍団感。ちょっと待ったー、何勝手に終わらせようとしているのよお姉ちゃん。そうだよ、まだ審査も始まってないし学校の廃校だってまだ救えてないんだよ。せっかく綺麗に終わらせようと思ったのに。終わりも何も私たちは始まったばかりでまだ終わりじゃないんだって。どういうこと？コンクール用の映画は完成させたし、あとは賞をもらうだけよ。だから映画を一本作ったくらいじゃ私たちの部活は終わらないんだってば。そうね、せっかく英検にいるんだから一本しか取らないんじゃ物足りないわ。それに生徒、いいえ、この学園都市に発生しているゾンビ化現象を何とかしませんと。そうですね、そもそも映画を作ってコンクールで入賞するのだって廃校から学園を救うための手段でしたし。じゃあせっかくだし作った映画の続編を撮りながらゾンビ事件を解決しようよ。ラムちゃん、いいアイディア。みんなでみんな救っちゃおう。あの映画の続きを作るの？ということはまたネプギアちゃんとユニちゃんのラブロマンスが見られるんですのね。今度こそは撮影の現場に立ち会いませんと。私も次こそは立ち会わなきゃ。
のユニの演技とは思えない迫真の演技、生で見て自分の演技に取り入れなきゃ。あ、そうだ、せっかくだし私とノワールでも似たシーンやってみない？姉妹のセルフオマージュってやつ。あ、私とネプテューヌが？しょうがないわね、ネプテューヌったら。けど映画のためならあなたの相手をしてあげなくもないけど。お姉ちゃんたちがやる気満々だよ。ということでブラン、また監督と脚本よろしくね。わかったわ。初めはコンクール用の映画を一本撮ったらこの部を去るつもりだったけど、どうしてかしら。不思議とこのメンバーとならこのまま部活を続けていたいと思うわ。これが青春なのね。あ、この声は。きっとまたゾンビが現れたんだよ。早速撮影のチャンスだぜ。ブラン、脚本お願いできるかな。当然よ。続編の脚本くらい即興で書き上げてみせるわ。あら、私を選んでくださったのですね。始めようか。はい、最高の祭りよ。いってきますわ。ところでブラン、私たちの映画だけどさ、私たちの戦いはこれからだ、ガンって感じで終わったけど、続きはどうするの？なんだそんなこと。安心して、実は続編を撮影してもいいようにすでに構想は考え済みよ。さすが監督。でも一つ問題を抱えているの。問題？続編ならば新キャラ、いえ新しい部員が欲しいわ。新しい部員か。可能だったらでいいわ。もし手伝ってくれそうな人がいたら誘ってくれないかしら。オッケー、任せて。成績は悪くても人脈だけは誰にも、過去特にノーアールには負けないからね。それじゃあ今日は前回のラストの続きから始めましょう。撮影スタートよ。ゾンビたちを負けたけど、これからどうするの？本土の橋も落とされてるし、船を探しましょう。船か、都合よくあるかな。じゃあ泳ぐ。今ならゾンビフィッシュと一緒に泳げるかもしれないわよ。それなら素直に船を探したいかな。少々お待ちくださいな。女優としてスカウトされたらどうしましょう。スキだらけですわ。やっやっ、そこですか。シレットスピアよ。スレイやくらいなさい。逃がしませんわ。いっけ。遅い。やっやっ、はあ、遅い。
ットですわ。そこ！ゲットですわ。それ！共に参りましょう。ゲットですわ。ゲットですわ。解除しますわ。セレイ！やっ！やっ！もらった！もらった！てぇ！はぁ！いきますわ！隙だらけですわ！どうやらボスのお話のようだ。交代ですわ。おい！これは効くなぁ。ほいっと。任せてくれてもいいのですよ。まだ待った。全身の筋肉応援しているぞ。まだまだ。あとは任せた。てぇ、セレイ、キネストラガッツ、セレイ。リリースペシャルですわ。そこ行きますわ。行きますわ。腹筋に任せてくれたまえ。やっ、もらった。シレントスピアよ。ちょっとセレイ。行きますわ。そこ、シレットスピアよ。やっ、えい、やー、切り札は取っておくものです。チェックメイトですわ。私ですもの。よし、このくらい当然ですわ。これなら誰にも負けない。はい。どうやら力もだいぶ戻ってきたみたいです。封印は完璧。100万年は破られることはない。キリどうか言ってたやつが懐かしいよ。けど封印ももう少しで解けるみたいなんです。解けたらみんなドキュンなゾンビにしてやるわ。ところでゾンビになるだけじゃなくてドキュンにもなるんです。そんなの世の中をめちゃくちゃにするために決まってるわ。世の中に迷惑をかけるのは昔からドキュンって相場が決まっているんだわ。それがゾンビになればなおさらだわ、キリ。それに手っ取り早くお金を集めるにはドキュンがコスパ最強なんだわ。それじゃあそっちは任せて、私は封印を破ることに専念するんです。このシーンはすごいわ。ようこそ。ここがこれから俺が通う学園か。待ってろよ腐れゲド。てめえはこの俺、天皇星うずめが必ずぶっ倒してやるぜ。ちょっと待ちなさい、そこの遅刻者。な、誰だてめえは。へえ、この私を知らない生徒がまだいたのね。いいわ、教えてあげる。この学園で副会長を任せてもらっているノワールよ。さ、おとなしく生徒手帳を渡してもらおうかしら。ちょっと待ってくれよ。生徒手帳も何も、俺は転校生で登校初日は1限目が始まってから来いって先生に言われてきたんだ。だからこの遅刻は濃淡だ。うん、そう。なら、あなたは先生が死ねと言ったら素直に死ぬのね。なあ、
ようやく自分の犯した過ちに気づいたようね。けどこれくらいじゃやめてあげないわよ。先生が石を食べろと言ったらあなたは食べるの？うわー！墨汁を飲めと言ったらあなたは飲むの？うわー！やめてくれ！もう言わないでくれ！やめてくれ！いいえ、まだやめないわ。とことんあなたを責めてあげる。あなたは先生が1週間洗っていない靴下の匂いを嗅げと言ったら嗅ぐの？パンツを履くなと言ったら履かないの？うわふふん、私の勝ちのようね。これに懲りたらもう二度と遅刻なんてするんじゃないわよ。くそ、転校初日のか弱い転校生に向かって何をしやがる。これが氷の副会長、ビクビク。けどこの学園は弱肉強食、そんなんじゃこの学園じゃやっていけないんだから。なんだと？この学園をただの学校だと思っていたら大間違い。一癖も二癖もある生徒たちが転校生のあなたの前に立ちはだかるわ。最強の早食いおかわり王者ネプテューヌちゃん、貴婦人生徒会長ベールさん、他にもいるっていうのか？まだまだいるわよ。人体錬成は日常茶飯事の禁忌を犯したマッドサイエンティストネプギアに。狙った獲物は逃がさない、ユリスナイパーユニちゃん13。名前だけで凄さがピリピリと伝わってくるぜ。でもって万年霊帝王の主人公機に足の臭いヤソマガツの火の神とチャーシューハンターラーレンジロー、この学園に入ってきたことを後悔しても知らないよ。なんてことだ、俺はなんて恐ろしい学園に転校してきてしまったんだ。というのは冗談よ。え、冗談？まったく、あなたたちはすぐそうやっていたずらをするんだから。見ず知らずの人に見境なくいたずらをしちゃダメって言ってるでしょ。ごめんなさい。今のは？安心して、全てこの子たちの冗談だから。もちろん遅刻の件もね。はあ、よかった。驚かせてしまってごめんなさい。まさかあそこまでリアクションを取ってくれると思わなくて、つい悪ノリが過ぎちゃったわ。それでここであなたを待っていた理由なんだけど、私たちの部活映画研究部に入ってほしいの。いいぜ。本当？ただし一つ条件がある。条件？俺と共に八魔神と戦ってほしい。八魔神？何それ、ナムちゃん知ってる？ううん、知らない。この島に封じられた8体の魔神のうちの1体の名だ。俺はそいつを倒すためにこの学園に来たんだ。そいつは不死を司り、死体だけじゃなく生きとし生けるもの全てをゾンビに変える力を持っているんだ。え、それってまさか何か知っているのか？ええ、最近この学園を中心に生徒やモンスターのゾンビ化現象が起こっているのよ。間違いねえ、そいつは間違いなく八魔神の仕業だ。しかしまずったな、封印が弱まっているとは聞いていたが、この様子じゃすでに復活していてもおかしくはないな。それなら好都合ね。こっちもゾンビ化現象に頭を抱えていたのよ。その八魔神っていうのが原因ならすぐに調査に行きましょう。ああ、それなんだがな。勢いよく単価を切った割には歯切れが悪いわね。今すぐにでもあいつを倒しに行きたいのは山々なんだが、実はどこに封じられているのか場所がわからないんだよ。なら私たち映画研究部はあなたに全面協力するわ。そうね、
私たちもこのゾンビ化現象をどうにかしようって考えていたことだしね。なら、もともと利害は一致していたってわけだな。ついでに、そのゾンビを利用して本格的で超面白い映画も撮ってるんだよ。あれ？映画を撮るのがついでだっけ？どっちだっけ、ロムちゃん。おお、それは面白そうだな。使えるものは使おうってその精神、俺は好きだぜ。あ、そういえば、私たちの自己紹介がまだだったわね。私の名前はブラン。英検では監督と脚本を兼任しているわ。私の名前はノワール。この学園の副会長を務めているわ。私はラムよ。ロムです。お、よろしくな、みんな。